アジア大会のサッカー決勝、日本代表がボコられるの確定。日韓戦。やだ怖い。いっそ準決勝で負けたい。あんなナメクチームで勝てるわけない。そろそろ負けとかないと楽勝すぎて天狗になる。まあ日本はやる気ないしな。こんなチームで準決勝まで来れちゃったのが草。イガンイン連れてくるのは反則っつよね。日本は7軍なんだから少しは手抜けよ。年齢制限とかあるの？